こんにちは、清水藤枝応援おじさんです。明治安田生命 J2 リーグ第39節、いわき FC VS 清水エスパルスの試合のパブリックビューイングが10月21日土曜日1時より JR 東静岡駅北口広場で行われます。はい、現地観戦にですね、現地応援に行けない方は、まあ、皆さんで集まって雰囲気を楽しみたいって方は足を運んでみてもいかがでしょうか。はい、これでですね、この内容というか情報ですね、公式ホームページ見てもなかなかなくてですね、閉鎖で行われるというか、実はメインイベントである静岡サッカーフェスがですね、サッカーフェスのホームページというか、あとチラシなんかに載ってたんですよね。はい、なもんですから、意外とこのパブリックビューイングの件をですね、知らない方が多いんじゃないかなと思って、今動画を撮ってですね、お知らせしようかと思いまして、まあそんな感じで動画撮ってます。はい、なんかグダグダですけど、はい、でですね、その閉鎖というかメインイベントの静岡サッカーフェスの方なんですけど、何が行われるかっていうと、もうサッカー関係の体力測定だったり、あのキックターゲットとかリフティング体験なんかがですね、行われて、まあ、お子さんが、お子さん向けのお子さんメインのそういったイベントが行われるみたいですね。そのイベントの中の一つのですね、ちょっと自分が注目してるというかですね、まあいろんな方行ってみたらいいんじゃないのかなと思ってるのが、 IAI スタジアムの命名権パートナー様である、あ、 IAI 様のですね、サッカーロボットミニロボのですね、体験会があるんで、そこでですね、ちょっとミニロボのですね、ラジコンサッカーロボットの、まあ、ちょっと体験などで楽しんでみてもいかがかなと思います。ラジコンサッカーロボットなんで、老若男女楽しめる内容となってますんで、ぜひ会場覗いてみてください。はい、あとまたですね、様々なキッチンカーも来場予定のようなので、スタグルライフにですね、いろんなグルメを楽しめるようですね。はい、会場ではですね、それに付け加えて、当日その、北口広場西側にあるマークズではですね、エスパルスグッズのグッズやユニフォームなどを身につけて、まあ、マークズの各テナントを訪れると割引などの優待を受けられるサービスなども開催する店舗もあるようなので、そちらもちょっともしよかったら足を運んでみてください。はい、というわけでですね、もし天気が良かったら、そして秋の一日足を運んでみたらいいのかなと思います。そしてですね、あとまた、あの、翌日なんですけど、10月22日日曜日に、藤枝総合運動公園サッカー場では、藤枝マイ FC VS 大宮アルディージャの試合が開催予定です。大宮さんですね、エスパルスが第41節で対戦予定となっていますんで、まあ、大宮さんが今現状どんな調子なのか、どんな具合なのかっていうのをですね、チェックする探りに行きたい方はですね、ぜひ足を運んでみてですね、あの大宮さんの調子チェックしてみたらどうかなと思います。というわけで、今回は清水エスパルスの日焼 FC 戦パブリックビューイングについてをお送りさせていただきました。なんかなかなか喋ってしまいましたが、最後までご視聴いただいた方々ありがとうございました。